それでは12月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。勉強しているとき、集中できていますでしょうか。集中できていない状態で勉強してもほとんど実力が上がりません。重要なのは集中して勉強している時間です。では勉強に集中するために何をしたらいいのか、これについては別途動画ございますので、そちら参考にしてみてください。この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また右上にもお知らせボタン、入れておきますので、そちらからご確認いただくことも可能です。 A の故意または過失による加害行為により B が死亡した場合、 B の妻のお腹の中の胎児については相続人となることはない、丸か×かという問題です。で、答えは相続人となることができますので、×ですね。胎児も相続人になることはできます。人の権利能力っていうのは生まれた時に認められるんですね。そして死亡することによって終わります。じゃあ生まれた時っていつを指すのか、民法では生きて母体から完全に分離した時としています。つまり、生まれてきた時なんですね。生まれてきた時初めて人として認められるわけです。でも母親の妊娠中に父親が誰かに殺されてしまって胎児が無事だった場合、胎児だけが相続を受けられないっていうのは、他の相続人と比べて不公平ですよね。なので相続については例外として胎児にも権利があることにしています。なのでここで問題文確認していただきたいんですけども、 B を父親と仮定すると、B の妻、これがお母さんですよね。で、これ胎児ですよね。この胎児についても相続人になることができる。つまり、お父さんが死亡して、この胎児、子供ですよね。もう相続人になることができるということです。で、このように胎児にも権利があるもので、重要なものっていうのは3つなんですね。相続。これ今回の話ですね。あと、遺贈。これは遺言によって贈与するってことです。あと、不法行為による損害賠償請求権。この3つについては、胎児の権利として重要な部分なので、覚えていただければと思います。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問2ですね。高県知事免許の宅建業者 A が高県知事から宅地建物取引証の交付を受けている C を専任の取引士とした場合、 C は同知事にその書き換え交付の申請をしなければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えはこれ×ですね。そもそもこれ書き換え交付申請っていうのは住所や氏名が変更になった場合なんですよ。で、今回住所や氏名って変更してないんですよね。したがって書き換え交付申請をする必要はありません。住所や氏名を変更した場合っていうのは変更の登録申請をすると同時に宅建支証、取引支証の書き換え交付申請もしなければなりません。このあたりですね、混乱しやすい部分なので、合否の分かれ目になってきます。分からなかった方は重要ポイントを覚えられていない証拠なので、しっかり押さえておきましょう。またですね、ボンミス。これ、すごく注意していただきたいんですよね。これ、ボンミスをするってことは、これ理解できていない証拠なんですよ。で、何が理解できてないかというと、問題文を理解できてないんですよね。で、問題文の理解って実は宅建に合格する上で一番重要なことなんですよ。解説を理解するよりも問題文を理解するっていう方が重要なんですね。なので、個別指導では一番最初に問題文をどうやって理解するのか、ここをお伝えします。これはですね、予備校とかでもあまり教えていない内容なんですよね。なので自分自身で研究しながらそこは理解を深めていくっていう形になると思います。なので自分自身で、じゃあどうやって問題文理解したらいいのかわからない、または読解力がないという方はぜひ個別指導ご検討ください。読解力ない方であったとしても、私がお伝えするやり方をすれば読めるようになってきますので、ご安心ください。またですね、個別指導を受講すれば、今回の書き換え交付申請以外で重要な部分、これもポイントの動画ございますので、そちら見ることができます。今回ボンミスをした方、また、つなげて覚えるポイントがどこなのかっていうのがわからない方っていうのは、おそらく理解できていない可能性が大きいので、今すぐにでも勉強の仕方を変えていきましょう。覚える勉強、つまり丸暗記学習ではなくて理解学習に変えていく、これがすごく重要になります。で、問3ですね。 A が自己の所有する市街化区域外の水田5ヘクタールに豚舎を建設する場合、都道府県知事の許可が必要である、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。まず水田っていうのは農地ですね。
で、つまり A は市街化区域外の5ヘクタールの農地を転用しようとしているわけです。豚舎に変える、農地を豚舎に変えるってことは、これ転用してますよね。ってことは、これは4条許可が必要になってきます。そして4条許可については、面積に関係なく、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただですね、指定市町村の場合については、市町村長の許可を受ける形になります。で、指定市町村ってどんなものかっていうと、横浜市とか名古屋市とか、大阪市とか、仙台市とか、まあそういった大都市をイメージできれば大丈夫です。卓球の勉強していて、難しいな、何言ってるのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ弊社レトスの個別指導をご検討ください。卓球の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから難しく感じちゃうんですね。弊社レトスの教材はできるだけ具体例を入れたり、イメージを入れたり、また言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。